まずはチャンピオンシップ決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがですか。まあ、とにかく勝ったんでほっとしてるし、まあ、最高に嬉しいです。後半ゴールも決めましたけども、どんなお気持ちでした。そうですね、なかなかシーズン中はゴール決めることはないんですけど、まあ、こういった大事な試合で点取ることができて、まあ、チームに多少貢献できたので、まあ、すごく嬉しいです。今日は延長戦もあって、またリーグ戦とは違いましたけども、どうでしたか、チャンピオンシップの試合は。そうですね、会場の雰囲気も最高でしたし、うん、まあ、厳しいゲームにはなりましたけど、120分本当に集中して戦った結果、勝つことができて本当に嬉しいです。はい、では最後に決勝へ向けて一言お願いします。まあ、ここまで来たら絶対に勝ちたいと思うし、まあ、広島という強敵ではありますけど、絶対に勝ってみんなで喜びたいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。スカパーはチャンピオンシップを全試合生中継。